はい、えらいぞ。はい、ぷんちゃん、これをね、ちょっと、まあ、初めは舐めるだけでいいや。はい、えらいです。はい、今日の差し入れ、一本堂焼きたて食パン。おいしそう、焼きたて食パンなんだ。焼きたてだったんだ。おいしいって、ここのが好きって言ってたよ、はいはい、さあ、食べよう。うん、朝ごはん、あ、米田コーヒーのお豆入ってる。昨日の夜もらったので、焼きたてから一日食パンです。今日は朝これを食べたいと思います。ポンちゃんは、ポンちゃんにはちょっと違うんだけどね。でもポンちゃんはビニールを舐めるのが好きだからな。舐めんの？あれ？あれ？今日はいいの？はい、どうもありがとうございます。食べさせていただきます。はい、また今日もお二人とも仲良く外を眺めています。毎日の日課だね。ちょっとね、ガラス戸は閉まっているので見えるだけですが、なんか風がだんだん強くなってきてるようです。今日は、夕方ぐらいには雨風ちょっと強くなるということなので、また、気をつけないとね。比較的、このガラス戸の向こうが開けているのでですね、万一、何かが飛んできたり、しないようにですね、しないようにはできないけど、飛んできた時にガラスに当たらないように早めに雨戸も閉めましょうか、今日はね。はい、そんなことばかりが続いていますが、天皇陛下即位礼みたいなのすごかったね。なんか、虹が出たとか、富士山初冠雪とか、そういうなんかちょっとオカルトファンの僕としてはそっちの方で捉えちゃうんですが、なんかうまくいってよかったかなということですね。はい、お届け物です。また何かいただいてしまったようでございます。ポンちゃんのでございます。ピンくんとポンちゃんのおやつです。これかわいいね。ほんとだ、黒だね。はい、お、これお顔にこうやって当てられるやつだ。あ、こんな感じ。なんかね、見たことあったけどね、後でちょっとやってみる。見たことはなかったんだ。これもうち好みのデザインだね。あ、チョコラシカの袋だ。これはサニーだね。はい、マオイさんに。これはオーナメントだ。そうだね、ハロウィンとかクリスマスに使うやつだね、はいはい、よし、ハロウィンの飾り付けどしどしやってみましょう。これは例のお皿かな。あの猫の浮かし彫り。うん、ほんまや、これね、影をつからないと。ここに肉球の、スポンジ。なんかサイズが違う。あ、メラン、ちっちゃいやつだ。メラミンスポンジ、うちね、あれに使ってます。ベラミンちゃん。はい、マオイママさん、猫の形だとなかなか使えずに飾っちゃいますが、はい、これも追加されました。あ、こっちクジラさんだよ。クジラさんと、はい、猫さんです。さあ、じゃあ、ベラミンスポンジはね、スポンジ、そしてこれは
コーヒー。コーヒーだね。どうもありがとうございます。キャラクターのコーヒー好き。ほら、ハロウィンから、ハロウィンになっています。はい、かわいいです。何しよう。うん、あとこれをね、開けてみたいな。これは何かな？これは、あの、カルディの。カルディのなんかで。ティートレイにもう書いてある。あ、ほんと？あ、ほんとだ。あれ、きっちり入っています。ティートレイです。よし。ニューコーの柄のティートレイです。かわいいです。すみませんね。なんかほんとに、まあ、皆さんのおかげで生活が、あ、これは何？生活ができています。コメダコーヒー、コメダコーヒー、カルディも定番になってきたのですね。コメダコーヒーのなんだろうね、これね。なんだか不思議な、あ、開かない、あ、テープがついてる。ちょっと、誰、よいしょ。いいよ、よいしょ。コメダコーヒーからこんななんかグッズが出てんだね。うん、あ、あ、あれだね、あの、コーヒーフロート、コーヒーフロート、なんかこの、ね、あれあったね、この飲み物あったね。あ、クリームコーヒーってやつだ、これだ、はい、いろんな種類がある。これはあそこにきっと、あ、ピントが今あった、飾られると思います。すごい、スプーンとかストローとかついてる。そうだね、うん、面白い、こんなのまで売ってるのか。こんなグッズがあるっていうの知らなかったね。コメダコーヒーすげえな、うん、はい、そしてこれは、これもオーナメントになるかな。あれ、飴がついてるね、うん、ハロウィンのコメダコーヒーのものってハロウィングッズに、これカルディだよ。あ、コメダじゃなくて、うん、カルディのやつは、うん、前のいただいたのもそうだけど、まあ、こういうのがついてて、お菓子もついてるっていうのは、あの、きっとハロウィンだから、うんうんうん。ってことでね、これはあれだね、クリップになってる。トリックはトリートっていうことだね。そうだね。はい。はいね、さあ、これ開けましょう。開ける。はい。はい。はい、黒も好きです。これはそれもオーナメント、カインズホームになってる。あ、本当だ。カインズホームこんなの出してるの。あ、カインズホームはさ、あの、うん、クリスマスオーナメントとかさ、かハロウィンの、あのグッズとか置いてるから、これクリスマス、カインズホーム、カインズホーム、あ、いつもあの、なんだっけ、カインズホームともう一個なんだっけ、ニトリ、あ、ニトリか。カインズホームもやってるし、はいはいはい、ニトリもやってるし、なんかセンス良くなってきてるね。可愛いね、うん、うちはクロウさんも好きです。ニトリがね、なんかそういう、うん、こんな感じの生地でさ、あの、うんうん、クマがあったりしたじゃん。クマじゃなくてね、あのね、トナカイさんかな。あ、クリスマスの、これもクリスマスグッズかも、はい、これもカインズホームだよ。カインズホーム頑張ってるね。可愛いのがあるんだね、うん。そして、まあ、いつも袋が可愛いの、これ。こういうしょ、チブラシカでしょ。はい、うん、あ、これはもう、そうか、食べるときに、あのね、やればいい。これはね、ちょっと開けてみて、開けてみましょう。これが、あ、ちゃんとチャックがつい、あ、面白い、ここ、こうやって、うん、開け口がついてる。うん、ほら、ジッパーがついてる。これでオープンできるんだ。シュル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 。あ、ポンちゃんが移動。ポン。そして、ここから、ほら。ポンちゃん。ポンちゃんに似合いそうなのないかな。あ、これはちょっと男の子向け。鈴。こうやって遊ぶんだね。なるほど。鈴好きとか。いろいろみんな考えるね。うん。お帽子。お帽子。あ、ぽんちゃん上向いちゃう。ぽ、うん、ちゃん、こうとかね。
面白いね。パンちゃん、パンちゃん。パンちゃん、パンちゃん。あ、プーちゃん、ほら、鼻は。首に鼻は。おー、行ってしまうんですか。はい、ということで、またたくさんのものをいただいてしまいました。ありがとうございます。また飾らせていただきます。動画の中でも多分見ることになると思います。はい、どうもありがとう。ちゃんくん、最後に。あら。帽子、あれ、ニャンくん帽子。はい、ダンディ、さて、今日も夜が更けてきました。外はちょっと雨風の音大きいですね。雨戸もきっちり閉めて、万一には備えておきました。カランカラン落としてたりするね。ジャンくんはホカペの上でお休み中。今日はこんな感じで一日が終わるんだね。おやすみ。